明大衆は12世紀にペトルス・ロンバルドゥスが表した神学書。本書は神学的問題の体系的な修正となっており、1150年頃に書かれた。署名は先天地下へ、つまり聖書の記述とそれに対する権威ある言名ということに由来する。明大衆はヒエロニムスによってラテン語に訳された聖書を用いて講義を行った教師たちによる 注釈集を先駆者とする。注釈は文法や統合構造に関するものであるか、もしくは競技の中で幾分難しい点に関するものであった。しかし、これらの注釈集は包括的なものではなく、むしろ聖書自体の行間や余白に書き込まれる類のものであった。ロンバルデュスはその上を行き、様々な出典から記述を集めて、全体として、 守備一貫した一つの書物にまとめた。この書物を完成させるため、ロンバルゥスは2種類の仕事に携わった。まず、当時の教育課程で体系だった進学が構成されていなかったため、集めてきた記述の分類を考案しなければならなかった。次に、集めてきた記述の中での競技場の違いを調停する方法を見つけなければならなかった。ピエール・アベラールの、しっかりと、 イナによって仕事のうちの校舎に示唆が与えられた。ロンバルトゥスは明大集の中で聖書や恐怖の著書から取ってきた記述を整理し、数多の章に細分した。おそらく1223年から1227年の間にヘイルズのアレクサンデルが本書のその数多くの章をいくつかのグループにまとめ、より少ない数の区分を立てた。この形で本書は 正規後期中世に進学の教科書として広く採用された。明大衆に対する注釈書は進学の教師みなが必要としていて試験制度の一部として組み込まれていた。本書に関する講義を受けた学生は進学部において講師の地位に志願することができた。中世の進学、哲学に対する明大衆の重要性はかなりの程度本書が進学的。 哲学的議論に対する相対的な枠組みを提供したことにある。トマス・アクイナス、オッカムのウィリアム、ボナベントラ、ヨハネス・ドゥンス・スコトゥスといったスコラ学の偉大な思想家は、皆、明大衆の注釈書を書いている。しかしそれらは正確には、注釈書とは言えないというのは、明大衆は様々な出典からの記述を集めたものであって、ペトルス・ロンバルドゥスは、 多くの問いを解決しないまま残しており、これに対して、後の時代の学者たちは独自の回答を提出する、機会を得ているからである。ありがとうございます。